両チーム入場してきました。向かって右、赤のユニフォームがホームのロアッソ熊本、大分トリニータはセカンドユニフォーム白のユニフォームで入場してきました。熊本が奪い返した。サイドチェンジ、杉山、黒木が追い越していく、左足シュート、クロスバーの上、指場を通り越して真ん中から左に展開します。18番藤本、クロスが来た、中川、あー、ナイスボール、ナイスシュート、大分先制、1対0大分。ゴールに迎えるボールを、ね、そういうイメージもあったボールだったんでしょうけども、中川選手ね、まあ、サイズは小さいんですけども、本当危険なところにね、まあ、長澤選手の動き出しもね良かったですし、見逃さなかったですよ。まだ藤田がボールを持っている。坂本、中央にボールがあるが、ミドルシュート、クロスバー、競い合っています。見応えありますよね。先ほどの高橋の落としからミドルシュート、はい、まあ、もちろんミドルシュートも良かったんですけども、体格に差のあるコンビネーションが効いている大分です。まあ、バランス的にはね、長澤選手が、まあ、ターゲットとなり、その周りをねセカンドボールを拾ったり、裏のスペースを狙ったりというところでね、ゴールシーンもそうでしたよね。シュート決まった、三島からのボール、ヘディング、高橋、35分、1対1、熊本同点。もちろん高橋選手の、まあ、このヘディングもね素晴らしいヘディングですし、その周りの選手もね3人4人でゴール前に、まあ、やはり長さを狙ったボールに対してかなりこう選手たちの反応が置いてはいいですね。そうですね、はい、あとは結局はセカンドボール、まあ、直接ねああいうところから左足狙ってきた、ガシャンという大きな音がしました。ありますよね、今のシュートも。渡辺の左足、藤田一斗、素晴らしい、高橋から坂本、右足、いい攻撃でしたね。長澤が右に流れていました。裏を狙う渡辺、渡辺、右足シュート、決まった、渡辺、57分、2対1、大分勝ち越し。2人に囲まれたんですが、もうこれはねもう渡辺選手のもう形といいますか、もう完全に主導権握ってますよね。まあ少し左を見せて、もう完全にもね重心をね、おそらく最後の攻撃となるか、右サイドを使う、大分がクリア、ここで長いホイッスル、